こんにちは、カイチです。ユニコーンオーバーロード続きやっていきます。皆さんお帰りなさい。ということでですね、まずちょっとデイリーの闘技場からやっていこうと思うんですけども、ちょっとね、昨日の夜ユニットをいじっていて、だって凍結するようなユニットを作れないかなと思っていろいろ考えてやってみたんですけど、まあ、凍らせて凍ったやつになんかこう追加ダメージ与えられるようなユニットを目指したんですが、そんなに強い感じにもなんなかったんで、まあ見納めということでちょっと回していこうかなと。まあ、開始時にバトルホルン使ってるのはそのガード負荷がかかった方が強くなるんじゃないかなと思ってやってるんだけど、そんなに別にダメージ伸びなかったんで、まあ別にいいのかなみたいなね。そう、これを狙ってたんだけどね。で、ユニフィに速攻でそのグラシカルアローだったかな、あれをやらせちゃうと追加攻撃ができないんだよね。 PP を使わないから、この攻撃の後で追加ダメージでチェイスする、これをやらせるために、2巡目でようやくグラシカルアローを、まあ、必要だったら撃つっていうような設定にしております。まあ、今回結構いい感じだね。凍結が強いかどうかっていうのは関係ないもんね。でも負けそう。やばいかも。あ、勝利になるのか。おお、よかったよかった。よし、200コインゲット。1400か。まだまだ2000には遠いね。明日行くかな。さあ、ということでですね、今日のまずやりたいことっていうのが、これだね。お互いに信頼する相手に乙女の指輪を渡すっていうやつなんだけど、まあ、信頼するやつっていうことだからね。だから信頼できるやつを探さなきゃなっていうところなんだけど、会話がね、というかそのキャラがどんなやつなのかあんまり分かってないってことに気づき、昨日はですねめちゃくちゃ飯を食いまくった結果、右下にあるように所持金がなくなりまして、いっぱいねお金は貯めていたはずなのに。外は暑いでしょ、ゆっくり料理でも食べていきなさい。例えばこれだと買えないわけだよね。もう1000ゴールドないんで。そうすると悲しいことに所持金が足りませんって出て、お金が足りないわなんていうセリフまで用意されていることに気づきました。はい。涼みたくなったらまたおいで。まあおかげで親密度会話は、まあ自分がなんか候補にしているキャラは、まあほぼ女性なんだけど、マックスにしてありますんで、まずはね、会話をガンガン見ていくところから始めようかなと思います。クロエは幼なじみ設定だね。
に言うと、クロエはなんか敬語なんだね。昔から敬語なのかな。なんか稽古をなんか覗き見見るっていうパターンは前もあったな。姉が2人、いいね。こういうなんかちょっとした情報を入れてほしいよね。また練習に付き合ってもらうんだ。距離感はあれだな、そんなこう近い感じじゃないね。さあ、レインとクロエ最終段階。近い近い。歩き方？ああ、舞踏会的な？物理的に近いとね、人間も動物なんでね、ベタですね。ベタだな。めちゃくちゃ急に、なんかあれだね、クロエ急だよの感じは。レイ君いかんな。八方美人やな、アレインは。っていうのと、やっぱね、親密の会話に求めてるのそこじゃないんだよなっていうアプローチが多いな。サロン最終。木登り。そうそうそう。こういうさ、なんかこう、プラスアルファの情報の方がいいよね。木登りするんやみたいな。なんか子猫でも登っていたんか知らねえ。おー、いいね。
けるな。次行こう、次。いやな。まあ初手としてはこれぐらいの話になるよね。これあれじゃん、師匠とあの親父とのやりとり全く一緒じゃん。デジャブになってるよ。あらららら、親父はこれで死んでまったよね。まあどっちかっていうとなんかこう親子って感じだね。まあ信頼っていう意味だったら、まあこう命がけでやってますよっていうことでいくと、まあここだね。いやあの、このやりとりからすれば、リベルニス。
まあ、当たり障りのない話なんだよね。こういうのが割とあるんだよな。もうちょっとがっつりこうガッと踏み込んでほしいんだけどね。最終段階。ああ、これも稽古か。鍛錬じゃなくて再戦？まあ戦友っていうとこやね。さあキトラ、いきなり最終。ハンマーを川で洗ってたってこと？おー、キトラ偉いね。仲間思いだな。これが最終か。ちょっと親密になった？え？結構距離感的に遠いな。はい、次ミリアム。いいですね。なんか硬そうな感じが。これがこう徐々にほぐれていったら、なんかこうギャップだよね。
かこう家柄だね、家柄紹介的な。あ、もう最終なんだ。血が変わった。どう変わったんだね。そう思うようになったかっていうきっかけの部分欲しかったな。まだ素直になりきれてないと。人たらしやりん。に話した時から気になっていて、どういうことや。何もなくありません。これエンディングならんでしょう。マジか。これで最高ですって言われてもな、気になるな。なんか続きは知りたいよね。グリフォン騎士の家系。通過したのか。乗ったらあかんやん。謙虚、努力家で謙虚。さあ最終かな。遊びではありませんっていうね、お叱りだよね。
じゃあ後ろに乗りますかと。パリ乗りできるんかな。あっさりやね。ん？今のって最後？あ、今の最後か。スラウね。いや、距離感的にまあ。まあそうか。オートハイかって感じだよね。次2位の。2位の推しだからね。ちょっと頼むよ。あ、窓ガラス割った的な。ナビが降ってきた。手伝うね。毎回手伝うね、君。なんかアレインって暇なのかな？暇なんだね。最終か、はい。なんだろうな、また料理かな。料理だった。
子供に対して言ってるような内容じゃない？あっさりですね。あっさりだな。隠密の会話ってちょっとこうあれだな、そこまでこう踏み込まないんだね。さあセルビ3つあるぞ。自問自答タイプだよね、セルビーって。まあでもこれぐらいキャラが濃い方が自分は好きだな。未読を潰すのが好きなタイプか。からどう発展するわけ？発展もせずに終わっちゃったよ。なんか世間話で最終か。ああ、もっとじっくり調べたいと。
んで？ボンサーがついちゃったよ。ついにビジネスの話になっちゃったな。バージニアね、ちょっと期待してるんだよね。今んとこ結構候補。揉めてる。3人での会話って初めてかもしれんね。無視すればいいよと言ってやれよ。バージニアやっぱ暑いな。いいね。いいお話だね。久しぶりに一曲打つかと。お、任したか。2段階目としていいんじゃないですか？
この年で遊びたいんだ。なんかな、どっちかっていうとアレインのキャラがうーんって感じになってきているかもしれんな。バージニアはなんかいいやつだな。やっぱ熱いね。アリア。置かれてたんだね。泣いてると思って駆け寄ったのか。かなり暇なんだね。まあやっぱなんかこう結局そのキャラのことがそこまでわかんないね。内容が浅いというか、深くないというか、一緒か。プリム。プリムもちょっと期待してんだろうね。
さあプリム最終あるな。あれ戦場の真ん中で放り出されたやつな。とこあれだよ、アレインさ、もういろんな人に「いや俺を呼べ」って言ってるからさ、同時に呼ばれたらもうどうすんのっていう状態になってんな。リーザも推しだな。してんな。リーザ2個目。あんたそんなに今なのか。やっぱそう思うよね。そうなんだよな。そのアレインが暇に見えるんだよな。
この暗転してるところの内容を知りたいよな。と思ってんのかって頭につけてるやん。リザラスト。なおじゃないね。すんごいなんか消化不良やな。これはラストか。ベレンガリア。一体どうなってるってどういう質問や。いい話。じゃないですか。
すとか。ん？あ、いいよね。まあ、やっぱ話題が最初からずっと一貫してるよね。別の話してくれればいいのに。なんかステージって感じやな。仲良しになったって感じでもないね。そっか、ベレンガリアもちょっと気にしてたんだけどね。まだまだいっぱいいるな。次がロザリンデか。アレイン読書してたの、あれに。なんかやっぱり暇な感じがすごい強いな。でもスタートはいいね、ロザリンで。前来るね。むちゃくちゃ近いね、この二人。特に用もなかったし。
本当。なるほど。ララの。お、かかってきたね。ララノはなんかロザリンデと近そうだな。アンケート調査か。お、一気に最終回はね。何これ？おお。出ておりません。ララノアなんかすげえな、企んでるね。え、ひねった。どういうこと。くじいたっていう。そうね、呼んでるんでしょ。え？ララノアめっちゃ暴走するな。ああ、ガラドミア。
上から。ここまでか。ガルドミア。ウルトリンで。そんなパワフルなことできちゃう？それ相手に聞くことじゃないね。あ、エレトリンデちゃん、不思議ちゃんルートやな。
ららら。出た、人たらしアレイン。ですね、生い立ちだね。ラストか。
お？結構いるな。毎朝握手してるの？
確かにね。今は王様もういないしな、日本にはね。いやーでもこれだとね、なんかセレストがどんな人なのかいまいちわかんないんだよな。今んとこなんかここの人だーみたいなのがないかな、ないというか少ないな。ズバ抜けてる人がいないな。じゃあクリスの実家がどっかにあるわけか。確かにね、ステージ上では余裕ないね。お、クリスツンデレタイプか。
よりよっぽど効果的なやつ。可愛らしいエピソードだね。あ、ユニフィ。そっか、匂いをなんかこう嗅ぎ分けるっていう設定があったね。すげえ。何を考えてるかもわかる。さすが雪国の女、頼もしいね。これラストか。
これじゃあダメかな。垂らしていくね、アレイン君。さあ、もう全くもう戦闘もしてないから全くわからんダイナ。両方を助ける、こんな約束しちゃっていいわけ。もう八方美人の極みやな、アレイン君。さあ、ラスト。
ょっと臭い感じで終わっていくのね。あ、残るところあと2人か。レニス、なんかこの羽についての話とかあるといいよね。生まれた頃は実は生えてなくて、2歳ぐらいになるとこういう生え方をするとかさ。確かにうちの舞台にいるからね、君は。ていうか、アレインの後ろじゃん。同じユニットでしょ、君たち。哲学的な話？最後の人、ウメルスか。
花を買ってきた。OK です。そうだな。なんかこう、むっちゃくちゃいいなっていうエピソードは特にはなかったかな。だけど、まあ、ステージ上でのその、働きぶりというか、まあ、バトルしてての印象も込みで考えると、最終的には、ダラーといきまして、バージニアかな。ということで行きますか。指輪を渡そう。はい。契約の儀式はですね、バージニアで。呼ばれると思っていたぞ。そうなんや。早く乙女の指輪を渡せ。すごい自信。何、もう少し考えさせてほしいとか。わかった。わかったんだな。偉いぞ。偉いぞ、褒められたぞ。王妃になるのは私だと思っていた。そう、それが当然だと。え、これそういうことなの ?10 年前、国を追われた時期は、さすがにくじけそうになったかな。バージニアそうじゃないぞとは言えない空気になってる。バージニアは辛かったな。あの頃はコルニアが滅んだと理解はしても受け入れられず、お前やおばうえと過ごす思い出に浸り、やり過ごす夜もあった。それでもいつの日か王家の復興を夢見ていたが、もう夢ではないな。解放軍はここまで来た。コルニアをきっと取り戻せる。バージニア、改めて指輪を受け取ってほしい。俺にはあなたが必要なんだ。おお、言い切った。これで契約ができたのだな。もっと近寄ってもいいんだぞ。幼い頃は弟のように思っていたが、立派に成長したな。アレイ、私たちのコルニアを取り戻そう。いいセリフだね。おやおやおや、自分が考えてた、その想像してた儀式と違うな。なんか新しい能力が加わったんだろうね。よし。
乙女の指輪 PP プラス1と全ステータスプラス5、あの王冠みたいな感じやね。一角獣、AP プラス1と全ステータスプラス5か。なんかむっちゃくちゃ強いっていう感じでもないけど、まあ、でプラス、そうだな、お父ちゃん勝負してみるか。さあ勝てるでしょうか。まだ勝てんか。ここが一番チャンスあると思うんだよな。何が足らんのだろう。ピニングエッジ、ラインカバー。頼むよ。応急処置ですが期待してるわ。いいよ、今んとこ全然いいよ。力の見せ所。頼むよ。ぶち抜け。何？頑張って。だ。そりゃ。これを。これでどうです？ここは俺が。させるか。さあ、遠慮するぜ。目にもの見せてやる。どうだ。なるほどね。これいけそうなのにね、速攻やられちゃうんだ。ようやくいけた。先手を打つ。設定何もいじってないね。乱数だけやね。力を。切り伏せる。期待してるわ。続くぜ。当たる。後ろ。しません。お任せを。期待してるわ。こら。チェック。どうぞ。目にもの見せてやる。頑張って。そうだ。悔しい。これを。死ぬのか。無駄だ。許しません。どうぞ。お見通しだ。悔しい。ラインか。すぐに治療を。行くぞ。よし、あと2人。いいね。こんなのはどうだ。体に素晴らしい。やりましたね。よし、何くれるんだ。あ、そうか、聖剣か。一角獣の聖剣、 AP プラス 1PP プラス1デバフ無効。デバフってさ、状態上も込みなんだよね。いや、これ強すぎるな。戦力アップ。
員じゃないな、船員か。船員ってなんだ？デバフ無効出たー。聖剣。なんか特殊な技がないのはちょっと残念やけど。デバフ無効かー。で、そうだな、ユニットを作んないとね、その、冒頭でも話した、凍結のやつ、失敗したしな。まあ、やっぱり、な、こう、特化した方がいいっていうのを、改めて思って、まあ、凍結に特化するんじゃなくて、弓はやっぱ飛行に強いっていうところを活かした方がいいと思うんで、まあ、戻そうか。飛行に強い奴らが来たらこれで落とすと。なんか、E ぐらい使わずに、もう、なんか、必中熱、というか、暗闇無効熱つけちゃおうかな。グローライト。んで、1行動目だけ。なんで、E ぐらいがいらなくなるね。だって、それで、トラビス隊の方なんだけど、エンジン入れようか。アーマリア君。フォークアイね。ガード負荷か。これがうまくいくかどうかだね。魔法攻撃ユニットだけども、思い出したように、エルトリンデをちょっと入れてみよう。この子回復できるんだよね。だよね。回復役としての認識がなかったから、今更だけど入れてみよう。まあ確かにな、ヤーナのマジックセーバーが強いからね。エルヘイム軍団を作るか。で、ララノア。黒猫耳フードちょっと使ってみようかな。エルトリンで経験値アップが欲しい。ゴブレットとルーキーエクの2つ持ち。オッケー。結構いい感じじゃない？よし、ああ、そう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 。んで、なんかようやく分かったんだけど、っていうか、バストリアスの墓所がもう一箇所。よし、達成。カーディメイナルメイス。カーディナルメイス。ホーリークレイドル。味方一列に一度だけ実施ダメージを耐えるバフ。いいね。前衛にかけたら、一回死ねるってことでしょ？これ強いな。赤森のランタン。ドグム効、促進効はいいですね。バルトロとかなんか使ってきそうです。毒とか、促進とか。そうそう、この石板なんだけどさ、ここに書いてあったんだよね。妖精ケルベロス、死者ゴーレム。この順番に行けばいいわけでしょ？もう書いてあったんだよ、答えが。最初全然わかんなかったんだけど。妖精ケルベロス死者ゴーレムね。OK。ケルベロス死者。あ、どうなる？あ、あっさりと。暴走エリーヘリム。
強そう。全ステータスプラス5。魔法攻撃が高いやつか。こういう装備誰かさせてたっけな。いるね。エルトリンデか。これ鍛えたりできるんかな。そして次。バストリアス。小さきものから強大なるものへ。わしかなこれ。ネズミ。狼。クマ。とりあえずネズミスタートだよね。正解。で、クマ。高級バストリーク。全ステータスプラス5。攻撃力は普通に高いな。ってことは、攻撃もプラス5されるわけでしょ。普通に強いな。難しいね。ユニフィーは物理攻撃低いんだ。リューリクに持たせちゃおうかな。あ、しかもリューリク今使ってないのか。残念。ヒールハントね。もらっちゃおう。ロルフ君にいい意味を持たせちゃおう。アルビオン地方。先行かせるのは足の少なき者。無事ね。ああそうそう、羊ゴートミルクが全然手に入んないなと思ったんだけど、羊の近くにいる住人に話しかけたら、街で売ってるゴートグッキーをあげればいいんだよっていう話で、ゴートグッキーを買ったらこんなイベントがあって、まあなんかすごい手間なんだけどね。一応納品の時に使わなきゃいけないから、せっせっせっせと、ミルクを絞り取ってるわけさ。石板の数ってさ、1、2、何かなこれ。でしょ。3つでいいのかな？少ない気もするけどね。ここも気になるんだよな。納品が終わって船に乗れるようにならないと、あ、いけるな。これでようやくあれか、一番最初のね、この島のキラキラ光ってて何なんだあれっていう場所にようやくたどり着いたわけか。これ何本なんだ。2本。ここは最初なんじゃない。違うんだ。あ、ヘビね。ヘビ1だね。2個目と。最後タコ。上かな。アルビオール。全ステータスプラス5。魔法攻撃が25で高いと。ヤーナに装備させたら普通に強いな。よし。じゃあヤーナで。さあ、クエスト結構やったね。で、風神の部分。残り1個って言っても多分まだ見つかってないんだろうね。世界地図のおっちゃん、久しぶりに会いに行こう。50% どころか、もう 90% ぐらいだ。
75%。 はい、ピッパーパーか。んじゃあ聖書どっか行きますか。あ、何が起きる。まあ、やっぱ腕を試されるんかな。聞きたいことがあるんだろう。バストリアスブルーがないとここには入れなかった。きっと何か聖書と関係があると思って。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。一角獣の指輪を持つ者よ、この雪の大地へ遠路はるばるよくぞやってきた。聖書の賢人様、知ってたらどうか教えて。このバストリアスブルーって一体何なの。バストリアスブルーとはその青い石のことか。それはかつてエルフによって生成された魔石だ。遥か昔、このバストリアスにもエルフは住んでいたのだ。エルフがバストリアスにも。その時代、各地を侵略した古代ゼノイラ帝国に対して真珠に守られたエルフは不干渉を貫いていた。だがバストリアスの森に住むエルフはそうはいかなかった。そこで強力な魔石を生成し、自らを獣人と化して戦ったのだ。それで人が獣人に。でも元の姿にも戻れたんだよね。作用を逆転させ元に戻ることはできたようだ。しかしその術はすでに失われている。もう元に戻る方法はわからないんだ。ゼノイラは支配の術を使わずその石を執拗に狙っていた。何か理由があるのだろうか。支配の術。お主が言っているのはおそらく高齢術のことであろうが、人とかけ離れた存在である獣人に高齢術は通じない。故にその青い石が持つ獣人制御の力に目をつけたのだろう。かつて苦戦を強いてきた獣人の力を我がものとするためにな。そういうことだったのか。なんとも因果な意志だな。もう時間がない。一角獣の指輪に浄化の力を授けよう。まあそういうことね。蓄えられたこの力でガレリウスの野望を止めるのだ。これで我が力は何時らとともに。指輪の力が強くなったのを感じるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、全ての聖書を巡るのだ。来たるべき時、我らの力が何時らの助けとなろう。何が追加されたんだろう。え、新アイテムじゃん。セイクリッド棒、状態上無効、アクティブ行動時 HP 回復。確かにね、普通に強いな。なんかいいものが結構増えてきて迷うね。何を装備させるかっていうところが。
耐えれますかね。なんか、おー、鍛えれる。こりゃ困ったね。やっぱパワーは25がなんかキーになってるね。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。教皇アランの娘よ、よくぞ救世主を導いてきた。私のことをご存知なのですか？教皇アランはバルトロに操られここを破壊した。無念だったろう。賢人様、どうかお教えください。なぜ教皇の血族に聖書を破壊する力があるのでしょうか？その経緯を語るにはパレビア聖教発祥以前に遡る。800年以上も前のこと。当時古代ゼノイラの魔術師らは人知を超える力を求めていた。かつてパレビアの地に存在した一角獣の力に目をつけた彼らはアルビオンの民を使って実験を試みた。結果生み出されたのが天使と呼ばれている者たちだ。そんな、天使様が作られた存在だなんて。だが翼が権限した以外に力はなく、魔術師らにとっては失敗作だった。その後幾度と繰り返された実験で聖なる力を宿せたのは一度きり。まさかそれがパレビア聖教の始祖様？そうだ、それこそが教皇の力、さまよえる魂を鎮める力だ。魂を鎮める力？なぜそれが聖書を破壊する力に？この聖書には二つの役割がある。一つが古代ゼノイラの民の鎮魂、そしてもう一つが浄化の力の蓄積だ。ガレリウスが教皇に行わせたのは沈められた魂の解放。それはすなわち聖書が有する役割の一つが破壊されたということ。だがもう一つの役割である浄化の力は未だ失われていない。お父様は聖書が破壊されることを予見されていたのね。そうか、だからスカーレットに導き手として使命が与えられたのか。浄化の力をこの一角獣の指輪に託すために。これで我が力は何時らと共に。指輪の力が強くなったのを感じるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、すべての聖書を巡るのだ。来たるべき時、我らの力が何時らの助けとなろう。セイクリッドロッド、状態上無効、状態上無効で統一されてんのかな。アレイン様、無理を言って申し訳ありません。聖書について知っておきたいことがあるのです。構わない、賢人に聞いてみよう。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。次は女性か。そこにいるのはエルヘイムの巫女か？一
覚獣の指輪が真の力を取り戻せたのは、ナンジやエルフも契約の儀式を伝承してきたからであろう。ご苦労であった。とんでもございません、賢人様。一つ私から質問がございます。聖書が建てられた目的とは何なのでしょうか。聖書はゼノイラのさまよえる魂を鎮めるために建てられたものだ。ゼノイラのさまよえる魂。なぜゼノイラは滅んだのですか。ゼノイラ帝国が滅びた理由は、ある傲慢な試みに起因する。それは一角獣を儀式の贄とし、不死の力を得ようとするものである。なんだって、ゼノイラが滅んだのは一角獣の力が原因なのか。そうだ、一角獣による浄化の力を利用し、永遠の命を我が物にせんとするゼノイラの魔術師による実験の結果だ。一角獣による浄化の力、その本質は汚れを許さぬ苛烈な純粋さにある。横島な者がそれを制御し利用せんとする行為は、そもそもが力の性質に反していた。一角獣の憤怒の力は凄まじく、ゼノイラ人は一角獣の呪いを受け、生きながらにして肉体を失い、さまよえる魂となったのだ。そんな。だが皮肉なことに儀式は成功していた。惨劇の後には、一角獣と心を通わせた一人の少女が残されていたのだ。少女は悪霊と化したゼノイラのさまよえる魂を鎮めるため、アルビオンの教皇やエルフと協力し、各地に聖書を作った。そして彼女は彼女を慕う人々をまとめ、コルニア王国の初代女王となったのだ。ゼノイラ人の魂を封印した後、彼女は望まず得たその力を手放した。その身に宿した力を二つに分け、指輪に込めることでな。一角獣の指輪と乙女の指輪ですね。一角獣の指輪が使えるのは、俺がコルニア王家の人間だからなのか。乙女と一角獣、心を通わせた彼女らに習い、契約の儀を執り行うことで本来の力を呼び戻すことができる。今ならば聖書に蓄えられた浄化の力が必ず何時らの力になるはずだ。これで我が力は何時らと共に。指輪の力が強くなったのを感じるわ。なるほどね。一角獣の指輪を持つ者よ、全ての聖書を巡るのだ。これでちょっとストーリーを深掘りしていくわけかね。我らの力が何時らの助けとなろう。槍。ああ、閉じられてたのか。よし。なぜ聖書に同行を。私に支配の術をかけたバルトロのことが知りたくてな。いいね。他に聞きたいこともある。敵の弱点聞いていこう。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよ。
よくぞ来た。聖書の賢人よ、私の質問に答えてもらおう。ガレリウスに協力しているバルトロという魔術師、あの男は何者なんだ？天才魔術師、そう呼ぶのがふさわしい稀な才能を持つ魔術師だった。だがおよそ常識や倫理観を持ち合わせていない男でもあった。禁忌を踏み越えた術も多く考案し、降霊術もその一つだ。バルトロもその術で誰かの体を乗っ取っているのか？バルトロ自身は降霊術に頼る必要はない。バルトロを除いたゼノイラ人の魂は聖書に封じられたが、奴はゼノイラの滅亡後も長い時をかけ、うつしおに自らの実体を編み出したのだ。古代ゼノイラ人の生き残りというわけか。だがバルトロは封印されている魂をどうやって呼び出したんだ？天の結晶を触媒とすることで聖書の封印を超えて魂を呼び出し、降霊術で生きた体に魂を乗り移らせた。あのような離れ技はバルトロでなければ不可能であろう。触媒が必要だったのか。でも天の結晶って何かしら？聞いたことがないわ。貴重な触媒で呼び出せる魂には限りがあったのかもしれんな。そうでなければ手当たり次第に降霊術を使わない理由がない。確かにそうだ。もう一つ聞きたい。私が着ている鎧についてだ。聞いた話だが、アルビオンがゼノイラに攻められた際、教皇がこれと似た鎧を聖書から運び出しナイジェルに与えたらしい。この聖書にはまだ使える古代の貴重な武具はないのか？残念だが、聖書に保管された武具は全て持ち出されてしまった。だが聖書には蓄えられた浄化の力がある。必ず何時らの力になるはずだ。これで我が力はナンジラと共に。指輪の力が強くなったのを感じるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、全ての聖書を巡るのだ。来たるべき時、我らの力がナンジラの助けとなろう。斧ね。バトル地点か。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。封印を解き、真の力を得たようだな。聖書の賢人よ、あなたはガレリウスに対抗するために指輪の封印を解く必要があると言った。そして再び聖書を訪れよと。それはなぜだ？聖書が長い時を経て蓄えた浄化の力を指輪に与えるためだ。指輪の真の力だけでは対抗できないということか。ガレリウスを完全に倒すにはゼノイラ人たちの魂を救う必要がある。ゼノイラはかつて一夜にして滅んだ古代の王国。なぜその民の魂を？ゼノイラ人はある儀式が原因で肉体を失い、魂だけの存在になった。外界に干渉できず、ただ空を漂い続ける。その苦しみは想像を絶した。
心の弱い者は狂気に取りつかれ、やがて悪霊となる者も現れた。その者たちの魂を眠らせ、隔離世に封じるため作られたのがこの聖書だ。それをガレリウスがお父様や私を使って破壊した。そうだ、奴は隔離世と写しを断絶する封印を破壊した。今ならば隔離世と写しをつなぐ道を開くこともできるであろう。ガレリウスはゼノイラ人たちの魂を現世に呼び戻すつもりなのか。悪霊と化した魂が解き放たれれば大きな災いとなろう。だがゼノイラ人たちの魂を救済することが聖書の持つ本当の役目。この聖書に蓄えられた浄化の力が必ず何時らの力になるはずだ。これで我が力は何時らと共に。指輪の力が強くなったのを感じるわ。一角中の指輪を持つ者よ、全ての聖書を巡るのだ。来たるべき時、我らの力が何時らの助けとなろう。おう、剣ね。で、残り1箇所が多分新しいところを解放していかないといけない場所にあると思うんだよね。ここ多分入れないよね。あ、いけるじゃん。いけました。聖書に祈りの力を与えるわ。一角中の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。ガレリウスの野望を止めるため今こそ我が力を託そう。聖書の賢人よ、ガレリウスはゼノイラの皇帝を名乗っているが、それは本当か？事実だ。奴は危険な男。そもそもゼノイラ人はこのフェブリスとは異なる大陸の民。極めて高度な魔法技術を誇り、隆盛を極めたゼノイラだったが、後継者をめぐって内乱が勃発。魔術の応酬で戦いは泥沼と化し、ガレリウスが勝利した時にはゼノイラは人の住める地となっていた。空虚な王位になるかと思われたが、ガレリウスは諦めていなかった。生き残ったゼノイラ人を従え、フェブリスへの侵攻を開始したのだ。古代ゼノイラ帝国は外の大陸から来た侵略者だったのね。これはなんか属性を示唆してんのかな。小国はあったが、ゼノイラとの力の差は歴然。真珠で守られたエルヘイムを除いて瞬く間に各地は制圧された。ガレリウスが本当にゼノイラの皇帝であるなら、それを名乗るバルモア将軍は術で操られているのか。いや、あの禍々しい力、おそらくは異なるものだろう。異なるもの？降霊術ならば打ち倒すことで降霊した魂はその身から消えよう。だがあの者がまとう力から察するに、ただ倒すだけでは済むまい。とにかく奴をこのまま思い通りにさせてはならぬ。今こそ浄化の力を託そう。
必ずナッジラの力になるはずだ。これで我が力はナッジラと共に。指輪の力が強くなったのは感じるわ。全ての聖書を巡り終えた今、その指輪は完全なものとなった。来たるべき時、我らの力がナッジラの助けとなろう。ああ、全部回ったね。ああ、アクセサリーか。状態上向こう。最終決戦となるね。これは能力が変わったのかな。お、来ました。技だね。アストラルブレード150、正気の中で真の力を発揮する。なるほど。ってことは今は通常時だとそんな大した技じゃないね。乙女の指輪、セレスティアルライト。味方が、ハテナハテナハテナで攻撃される前に発動。狂気の中で自身の力を発揮する。ラスボス戦用って感じかな。さあ、ということで、今回の動画はここまでなんですが、まあ、次回は、この40レベルのところが、まあなんか最終戦っていう触れ込みではあったんだけど、まあ本当にそうなのかわからんけど、その手前に38レベルの解放戦があるんで、こっちからやって、で40レベルの方に行くっていうような動きにしようかなと思っております。はい。いや、本当に最終戦なのか、もうワンクッションぐらいあるのか、ちょっと、楽しみなところではありますが、ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。